私自身がそのここにそのボランティアバスの一人として来てて、で子どもたちが、まあ、いつ帰るんですかってその聞いてきたんですね。で私がその言葉自体をですね、まあ、ちょっと少し悲しい言葉だなって、仲良くなってすぐ離れてしまうっていうのもすごく寂しいことだと思ったので、子どもたちも自分なりに考えてると思うんですね。じゃあその子どもたちの声をこう外にうまく伝えてあげれるような活動に、していきたいと思ってて、地元の、ボディーボードサーフィンの方々が国際村、さっき言ったの星さんのところで、全部使ってお祭りを去年もやったんですけれども、まあ、やるよっていう時にブース出店がどうですかって言われてるので、じゃあそこで出るっていうそうするとやるよって言ってくれるので、子供のブースっていうのは子供たちが考えたブースをちょっとこれから出していこうと思ってて、で、最初は子供たちが俺が出した案に対してこうしたらいい、ああしたらいい、じゃあこうしたらいいっていうのがどんどん出てくるんですよね。それが本当に嬉しく、そして楽しくでかっこいいと思うので、じゃあそういったことが今まで何回かあって、その子たちをメインにしてしまって、で俺は外側枠をちょっと作ってあげるっていうようなところで、今後月に1回か2回あるそのイベントやる何やらで子どもたちをメインのスタッフとしてやっていく。で最初は「ねえ」って「手伝ってくれ」って言ったんですね、うんうんうん、ちょっと分からんだよって言って引く入ってって、じゃあこうってやってるうちに、なんか次の来月じゃあ何やるとかいう話に勝手になっててああなんていいことなんだと。もちろんイベントっていうところは子供だけで、周り全員子供じゃないので大人たちもいるんですね。だから大人たちのことも見てほしいし、大人が子供を見てほしい、子供も大人を見て、大人を見てほしい、言い合いして、で喧嘩しながら笑いながら、あの一つのイベント作れたらなと思っています。だから本当にまだ先どうなるかわからないんですけれども、変な話ワクワクしかしないので何にせよ私は子供が大好きだっていうことが分かったので、ここで気づかせてくれたんですね、子供たちに。